レッド暗号とは、機械式暗号の一種で、日本の外務省が使用していた、正式名称、暗号機、A 型による暗号に対して、アメリカ合衆国陸軍が付けた、コードネームである。レッド暗号は、クリハ暗号を参考にされたが、当時の外交用機械暗号として、最も貧弱な分類に入る。手動式のレッド模造機。内側と外側の二重式になった。 スライド式であることがわかる。米陸軍が製作した、レッド模造器は以下の部品から構成される。なお、手動式の模造機も製作された。入出力用に、英文用が2台。プラグボードは入力直後と出力直前の2箇所にあって、アルファベット AZ を単文字開示する。プラグボードの配線には法則があった。 プラグボードを通過しても6つの母音は必ず母音に変換され、母音にオーハーフローターに送られた。つまり、原文で母音だった箇所は必ず暗号文でも母音になっていた。同様にシーンもシーンだけに開示される。1938年12月1日には、入力タイプライターとプラグボードの間に、ロータリースイッチが組み込まれ、スイッチを手動で規則的に回していた。 外務省も運用後期にはボインボインに関わらないよりランダムな配線が採用したが模造機が完成した後では手遅れだった。エニグマローターとは異なりスライド式の多表を生み出す。ハーフローターはボイン用とシーン用の2個があり各ローターの周期は6文字と20文字になる。この多表はレッドの運用期間中において不変だったとみられる。 ハーフローターの移動量、すなわち、多表スライド量を制御するホイールが一つ。ピンホイールには47の刃があり、そのうち3.56.1112.1720.3031.3439.40番目の11個だけが、ホイールから着脱可能。通常1文字を開示するたびに、ホイールはその刃1個分だけ回転し、2つの ハーフローターも連動して1段階進むが、もし刃が1本抜き去られていたら2段階、隣り合う2本の刃がなければ3段階進む。外務省は、抜き去る刃の本数を4.56の3通りと、決めていたので実際に使用される刃は41、42、または43本。また取り外し可能な刃の配列から、スライド量は1.23の3通りしかあり得ず、しかも、 スライド量が3となるのは10、13と29、32と38、42番目の3箇所しか作り出せない。暗号鍵の規約は以下の通り。日本側の安易な鍵規約を、米、独の解読機関がそれぞれ発見していた。各暗号文の前には5桁の数字が付けられた。 240通りある符号が指定されると、ハーフローターとピンホイールの各スタート位置、そしてピンホイールから取り去るピンの位置が決まった。符号は運用期間中に変更されることがなかったので、米陸軍は鍵パターンをすべて回収した。レッド暗号文の単文字頻度を調べると、母音の頻度が言語にほぼ近くなる。それを説明できる暗号方式として、 次の三つが考えられる。点知式、開示式であって、母音母音、シーン音死音というち感制限がある両方の混合式ここで、機械式ないし電気機械式暗号はもっぱら、開示式である。さらに、点知式ならば、母音と死音がランダムに連接するはずだが、暗号文はそうなっていないので2が候補に残る。 なお、英国解読チームは日本語ローマ字によく現れる、母音の3連続、U とうに注目して、解読にたどり着いた。このように母音を、母音だけに開示した理由は、電信オペレーターが読み上げやすい、電報文にして、電報料金のコストダウンを狙ったためと推定される。このような伝文は、アーティフィシャル、ワーズと呼ばれ、母音がある、程度登場する必要がある。 この規約は後に撤廃され、母音も C2 オハーフローターで開示されるように規約が拡張された。しかし模造機が完成した後では、毎日の解読作業を遅らせる効果しかなかった。このアーティフィシャルワーズ対応仕様が次世代のパープル暗号に引き継がれたため外務省暗号機の根本的欠点も解消しなかった。ありがとうございます。